夏、私たちにとってそれは夢の舞台、全国高校野球選手権大会、甲子園の夏なのですが、まずはこの地区大会で優勝しなくちゃいけなくて。後に迫った予選に向けて、私たちは最後の追い込み練習に励んでいるのでした。じゃあヒロ、調子上げてきたんじゃね。まだ半分、これぞ。攻めよ、大高。48球目。大竹、それでいいよ。脇締めて腰の回転を効かすよ。もう一丁いきます。当たればでっけえな。この番組はポーラ化粧品、日本リーバと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。おい島、豚モダン食いたくね。俺とベース一周、タイム競争。俺にごちれっつうのかよ。食いてえだけなら他とやるよ。お前とだったら賭けになるからな。広瀬君、予選の第一シードだけど春夏連覇期待していいよね。東京は強豪揃いですからね。そんなに甘くはいかないんじゃないですか。センカーには西南中時代に関東大会優勝の国見君がいるよね。国見君ですか。監督は俺よりも気に入ってたらしいですけど。監督、それどう、ちょっと話を聞かせてください。そろそろこの辺でいいんじゃないですか。どうもご苦労様です。どうもどうぞ。じゃあひろと君、頑張って頑張って、期待してるからね。頑張ってよ。ひろた、サービスはいらん。余計なことを書かれるだけだ。指図は試合の時だけにしてくれませんか。ちゃんと動きますから、あなたの駒は。今からベンチ入り15名を発表する。背番号1、国見。はい。2、野田。はい。3、小久保。はい。4、柳。はい。5、清原。はい。6、佐川。はい。14、大竹。はい。15、島。はい。以上の15名だ。意味なくね。20人の枠で俺ら15人しかいねえの。夢だったらしいぞ、これやんの。いいか、うちでベンチ入りするやつにはレギュラーも補欠も関係ない。レギュラーのやつは油断をするな。補欠のやつはどんどんアピールだ。以上、解散。ありがとうございました。感動しちゃってお兄ちゃん。ん？だってちゃんとした監督さんみたいだったのも。当たり前だろ。俺はな、ベンチ入りさせて3年間試合に出さねえどっかのジジイとは違うんだ。俺らは誰も捨て駒なんかじゃねえ。よし、立ち回らせ一挙。ありがとうございました。先輩、お疲れ様。
ありがとう。私全然自慢とかじゃないんですけど、結構ビキニとか似合っちゃったりとかして、甲子園決まったら一緒にサマーランド行きませんか？光！お疲れ様。もう終わり？終わり。先帰ってて。まだ取材残ってんだ。わかった。先輩、この前のチームめっちゃかっこよかったんですよ。あの打球結構飛んでた。パワーはあるんだよ。これでな。野球でマジになんなよ。かっちゃんのためだっつうの。影響に当たるとすれば決勝か。国見は？国見はすげえかもしんねえけど。まあ、ありえねえだろ。お前の親父さんどうしてる？さあ、最近会ってねえし。俺好きだったな、親父さんのラーメン。なんで潰れたんだろう。キャンディーズとトライアングルだったらどっちがいい？そりゃトライアングルだ。トライアングル？お前どっちだ？俺パンプキン。二択じゃねえのかよ。だったら俺少女隊だよ。あ、少女隊しよ。そっかそっか、やっぱコカちゃんはそうだったか。なんかあったの？まあね、キネ君超好きって告られたも同じなわけ。マジテンションアップ。あいつ愛のお守りをロッカーの中に入れてんだよ。かわいくない、かわいくない、かわいくない、超かわいくね。これキネ君、残念。みんなの分作ったらしいよ。ありえなくね、なくね。しゃっかりだ。しゃっかりだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんに筋トレを教えてやるよ。しっかりやヒロ、豚まだ行かねえの？先取る。うん。何してるんですか？あ、掃除。とうとうデビュー戦ですね。クリミ君なら絶対大丈夫。頑張ってくださいね。じゃあ、お疲れ様でした。あ、これどうぞ。大会までに間に合わなかったらどうしようって焦っちゃいました。私も明日応援頑張ります。お疲れ様でした。あ、おさむ元気か？父ちゃんな、もうすぐ帰れそうなんだよ。店の借金やの、かっちゃんとこが助けてくれるってありがたい話だよな。よかったじゃん。お前野球始めたのか？かっちゃんと同じ地区だろ。試合で当たることはあんのか？うちは弱えから。そうか、じゃあまた電話する。じゃあまた。おう、明日からだな。そっち。おう、初戦は初参加同士、気楽にいれば。余裕かよ、南の第一シードは。こっちは3日後だからな。彼女の応援もあるしな。これもな、いつものお守りないと落ち着かないんだよ。今年は光がマネージャーやってくれたら
やめようかと思ってたんだけど。じゃあ帰るわ。明日はいいニュースしか聞かないぞ。おう。じゃあな。お。新聞に載るの？ヒロが？うん。散歩スポーツの後輩にさ、ヒロのこと話してたんだよ。そしたらな、影響の白山監督もあいつのこと買ってたらしいんだ。あら、ヒロちゃんすごいわね。うん、うん、それでな、そいつにヒロの人物紹介書いてくれって頼まれたんだけど、ヒカリ、お前書いてみるか。え？明日の知り合いの記事に使いたいらしいんだよ。無理だよ私。どうして？やってみたら？誰だかわからない人に書かれるより光の方がいいんじゃないかな、ヒロちゃんも。ん？ま、筋はいいはずなんだよな。俺の娘なんだからさ。違ってるかもよ。えぇ？じゃあ誰？勝てるお守りいらない。ダメ、絶対絶対持ってるの。千川野球部の公式戦デビュー、甲子園地区予選のスタートです。ノーヒットノーラン、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか今の心境は。嬉しいです。嬉しいと。何回ぐらいからノーヒットノーランを意識しました？いや、特に。あ、キスしていいですか？お祝い。いいよ、汗選手。その汗のおかげなんです、ノーヒットノーランも。国見くんの凄さみんなに知ってもらいましたもんね。
ただいま。ご飯も食べてお風呂まで入ってちょっとは遠慮しなさいよ。まあおめでたい日だから許してあげてもいいけど。ありがとう。ノーヒットノーラン、おめでとう。どうも。ねえ、初めてだった？中学の時からやってるよ。キス。あれは事故だよ。あんた事故ばっかだね。私のお風呂覗いたのとか。嘘じゃねえ。ムキにならなくてもいいよ。古賀さんは？別に、まあいいかって。大丈夫。あの子ヒロのこと気に入ってるから。よかったじゃん。ヒロのファーストキスにも乾杯。全然遅えな。2年後は。お前と秀夫より、中3夏だっけ？ヒデちゃん、そんなことまで話してたんだ。その時あいつすげえ幸せそうでさ。でも俺的には、祝ってやるって感じじゃなかったな。なんかしんどいけど、置いてかれたっつうか。世話追いついても、実勢ままだったっつうか。まあ。遅くなったけど、2年前のお前と秀夫には乾杯。でした。逃がした魚大きすぎたんじゃないですか。うちの野球にはいらんやつだ。先輩、ジャンプのタイミングが早いんです。それじゃランナーなしスパイクできないですよ。趣味は袋閉じアプリ。南東京の第一シード明和一高が初戦を勝利で飾り、私たちも先制した1点を守り切って2回戦突破。いらっしゃい。
ック3回戦。そして4回戦も。勢いの波に乗り勝ち上がっていったのです。ひかり、スイカ切ったわよ。うん、これ終わってから。この間の光の記事すごく評判良かったみたいね。またお願いされるんじゃない？そう。うん、お父さんも参ってたわ。やっぱり光はヒロのこと何でも分かってるなーって。当然よね。かっちゃん、あんなの気にすることねえよ。そうそう、ノヒトノーランはまぐれだったんだからさ。そんなこと聞いてんじゃねえよ。お前らビビってんじゃねえのかってことだよ。俺ちゃんとやるよ。そうだよな、おさむ。どうしようもねえお前の親父を助けてやろうっつんだからな。なんだ。予選のせいで忘れてましたけど、もう夏休みになっていました。本当？本当にマネージャーだってこんなに強いと思わなかった。大丈夫大丈夫、はるかの国見くんは取らないから。何言ってるの。じゃあとかもやっちゃう。やっちゃうか。じゃあソフリとか借りる。セクシーに気をつけて。あー、やめちゃう。腰振ったりとか。私も。俺ランニング行ってくる。今悪い、ちょっと来んね。サンキュー。あいさー、お願いします。マスターのスプレイ。立花先輩、何かご用ですか？お疲れさん。あの、部外者の方は私を通してもらえないと困るんですよね。別に用とかじゃ、頑張ってるかなと思って。あ、ご心配なく。もう雨宮さんがいなくてもガンガンホームラン打ってますから。立花先輩。先輩ファイト。あんま頑張りすぎんなよ。潰れませんよ、影響とやるまでは。お前が言ってた広田に借りって。俺とあいつ同じ中学でした。俺の言うこと聞けっつーの仕方してたら物が盗まれるようになって、そしたらあいつみんなに命令して俺が盗んだって顧問にチクらせたんですよ。それで野球部には。こんなことくだらねえかもしんねえけど、でけえ借りだな。
だけ田島くん。営業のひろたくんと知り合いなの？昨日一緒にいるとこ見かけたから。いや全然。人違いですよそれ。中学の連れっすよ。あそうなんだ。見てると思ったんだけど。うん、お疲れ様。あお疲れ様です。ベスト4をかけた準々決勝ではチームの打線爆発、なんと去年の準優勝校を破ってしまう。そして準決勝では素晴らしいピッチングでした。ありがとうございます。今のお気持ちを率直に。嬉しいです。どのあたりで記録は意識されました？特に。私たちはついに決勝へ進むことになりました。ここは払うよね。減りました。ごめんね疲れてるのに。いいよ今日練習軽めだったし。ひでちゃんと話したかったんだ。しばらくちゃんと喋ってなかったから。何かあった？うん全然。ここでいいですか国見くん？おう。ここでいいですか国見くん？おう。ヒロ、こっち来ね。ヒデちゃん。私たちお邪魔ですよね。古賀さんだってそんなヒロとでも二人きりの方がよくない？そんな？いや、私なら国見くんとは毎日ずっと一緒にいますから。そっか。お互いあと一個だな。あさってヒロタには気をつけろ。わざとお前に当ててくるからな。おお。ねえ最近中日調子よくない？このまま優勝かな。俺流最高。まあでも日本シリーズは難しくね、うん、なあヒロ。あ4勝3敗ぐらいで負けんじゃね。だよな。あのねこの前お母さんと買い物行った時ヒデちゃんの好きそうな T シャツがあった。おどんなの？あヒロお前がこの前着てた T シャツあれどこなの？ジョージのパルコ。今度みんなで行かね。行く？あ、ヒカリ、三宝スポーツのネタ元お前だろ。中学の時チビだったとかよく忘れ物してたとか。ああ、あれ中学の時のこととか超詳しかったもんな。あっちも知らねえようなこと思ってた。お前しかありえねえ。ヒデちゃん帰ろ。なんで？じゃああっち移れば。私帰る。え？ほんとごめん。大事な試合前なのに。マジで何かあった？ヒデちゃんはさ、私とヒロどっちが大切？それなんつったら気が済むんだよ。私はヒデちゃんのこと大好きだからね。大好きなんだから。何へこんでんの？ひかりさん絶対怒ってる。なんで？国見くんと同じ二人きりだったし。うちだってそうじゃん。いやそうだけど。あいつに嫌われるようなやつじゃねえよお前は。
ありがとう。これ。あ。ありがとう。え？かっちゃんなんて？ダメ押し。明後日もし俺が甲子園行けなかったら、親父が何すっか分かんないってさ。おさむ、甲子園ってでけんだろ。いけんじゃん。かっちゃんの応援でさ。影響学園の方が実績は上かもしれない。しかし優勝候補とはいえ相手も高校生だ。臆することなく。いよいよ堂々と地区予選決勝戦の日を迎えました。君たちならできる。はい、はい、試合に勝ったらうちのマミーとダディを会ってくれる。昨日さ、秀夫に電話で影響対策とか聞いてたんだけど、お前知ってた？何？光、明和のマネージャーになったって。え？こだわったって？夏の期間限定で、今日から合宿所に泊まり込み。そろそろ出発します。なんで急にやる気になったんですか？マネージャーなら足りてましたけど。許可もらうの面倒だったの。彼女だからって立花先輩を特別扱いするのやめてくださいね。はい。ひろと先輩、久しぶりですね。佐川、今日もヤスリかけてきてるんですか、そのスパイク。そう、絶対そう。は？大竹君と島君がひろた君と会ってたの。知り合いだと思う。でもまあ、でもあんな練習こなせねえよ普通は。うん。集合！いざ！東京大会決勝戦、千川高校対英京学園。プレイボール！お願いします。はい、ナイス。スピードだよ。お願いします。
お願いします。はい、10回まで待つよ。それでも足りなきゃ15回でも再試合でも。俺が点をやらなきゃあいつは永遠に勝てねえよ。入りすぎ。
おさむ。親父。おい、何してんだよ。お前の応援だよ。小さな、おさむ。島。島。代走だ。センター高校選手の交代をお知らせします。ファーストランナー、桑田君に代わりまして、島君。ランナー、島君。背番号10を。なんだっけあれ。ヒットエンドラン。ナイスラン。ハエナ。ヒカリ。試合は？降りました。バックホーム。サード中継。ホームへ間に合わない。ホームイン。戦果は勝ち越し。よし。私だけいいの？ヒロはお前が応援すれば勝つ。あいつ、さらに速くなりましたね。続けました。グリリリあの日見た夢の影が夕焼けに伸びてる。ふと君がいるような気がして、諦めるよりもさよなくすこと
それでよかったんだよ。息子の負けを願うような親父にはなりたくない。それでも全員か。俺はお前らと違うんだよ。この番組はポーラ化粧品、よくも泣かせやがった、日本ビーバとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。実は影でできてるって話だね。国見くんの誕生日、そんな嘘だよね。